はい、ということで皆さんこんにちは、こんばんは、ドゥーマドゥーマ、はじめましての方ははじめまして、そうでない方は待たせたなということでですね、今日の動画で何をやっていくかというと、あの注目のコラボレーションが GU から出るということでやっていきたいと思います。それが 6×GU ではなくてですね、 GU× メタルギアになっております。で、18日発売の 6×GU に関しましては、基本的にはあのレディースのコレクションだと思っておりますので、こちらの、 あの僕の方でですね動画に、することはないんですけれども、それ以上に、僕が刺さった、コラボレーションがございます。それが、メタルギアソリッドと GU のこちらの、コラボレーションになっております。で、結構こういうゲームのコラボレーションって今までだと、例えば広角機動隊の、T シャツだったりだとか、あとはスウェットとか出てたりしたんですけれども、今回割とあの本気度がちょっと伺えるコラボレーションになっておりまして、もともとメタルギアソリッドっていうシリーズが、あの小島監督の、まあコナミさんから出ているゲームなんですけれども、敵のですね、あの基地にこう潜入して操作をして、そして戦ったりとか、あとはいろいろ調べて真相を突き止めたりとか、あと人を救ったりとかっていうような、ゲームなんですけれども、まあなので、あの結構ミリタリー、あの拳銃が出てきたりだとか、あとは敵の兵士も出てきたりとか、結構ミリタリー要素の強いゲームではあるんですけれども、今回そのミリタリー要素がまさかの GU のコラボレーションに反映されております。まあ、あのこちらのねダブルフェイスパーカーとかは本当にロゴのものだったりするんですけれども、例えばこちらのフリースジャケット、まあこれね見て、あの本当にミリタリーとかのお洋服詳しい方はわかるかと思うんですけれども、まあもちろんあの素材とかはさすがにミリタリーのなんだろう、暖かさとかなんかレベル3とかレベル7とかあるんですけれども、まあそういう暖かさはないかとは思うんですけれども、こちらの切り返しだったりだとか、こちらのカラーだったりとかがもう完全に、ミリタリーからあのデザインを取っていて、すごいね、あのメタルギアっていうゲームの、シリーズもすごい好きなので、これはちょっと買おうかなというふうには思っております。はい、フリースジャケットメタルギアソリッドということで、価格が3990円となっております。で、メタルギアのロゴだったりだとか、あとフォースオペレーション X とかですね、こちらのロゴもついております。メタルギアシリーズが好きな方は本当に大歓喜のコラボになっておりまして、でもう一つですね、パテットスタンドブルゾンっていうのも、こちらもすごいかっこよくて、一応ですね、胸に、メタルギアソリッドと、背中のところに、コブラユニットということで、書いてありまして、こちらも今回のゲームに沿った、ものになってます。ただ、あのこれもですね、あのちゃんと形も、ミリタリー由来の形になっていたりとか、まあ、先ほどと一緒でね、暖かさとかは、まあ、パデットスタンドということで、まあ、そこそこ暖かいかなぐらいかとは思うんですけれども、こちらの、色合いだったりだとかも、ミリタリーっぽい感じで、個人的にはすごい、大好きでございます。もちろんね、あのブラックの、カラーもいいんですけれども、今回は、先ほどの、フリースと、こちらのジャケットがもう本当に僕の、ま、ゲームもねすごい大好きなんで、メタルギアのシリーズも大好きっていうこともありまして、正直全然 GU×6 とか、あと直近で発売します JW アンダーソンとか、ユニクロとのですね JW アンダーソンとかよりも圧倒的にマストバイはこれかなというふうに個人的には思っております。月末の発売予定となっておりますので、このあたりはねまたあの YouTube 前日ライブとかもやりたいと思います。洋服の話じゃなくてね、 YouTube ライブとかだとこの、メタルギアソリッドシリーズとの、思い出話なんかもね、ちょっと話していけたらなと思っております。ちなみに本当にメタルギアソリッドのシリーズに関しては本当に友達の家とか、あと、まあ、自分でもね、やったりとか本当にたくさんやって、すごい思い出深い、ゲームとなっておりますので、また、前日ライブとかでね、その思い出なんか、思い出というかゲームのお話もできたらなと思っております。はい、 GU とメタルギアソリッドということで、スネークさんもねこういう風に、ね、言うと思いますので、はい、好きな方はぜひチェックしてみてください。はい、こんな感じで、ファストファッションだったりだとか、その他アクセサリーいろいろ動画上げております。よろしければチャンネル登録と動画の評価もぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。ありがとうございましたなのだ。チャンネル登録、高評価。
よろしくお願いしますなのだ。これからもファッションやアクセサリー、腕時計の動画を出していくのだ。では、See you next time なのだ。